あ、すごい、結構短いですよね、うん、自分の人生でも結構短いと思うんですか。いや、多分一番短いです。え、本当ですか。はい、じゃあ一番短い、多分。あ、それはめちゃくちゃ嬉しいです。え、一番短いですか。一番短いと思う。本当にこんな聞いたことないですか。ないです。ここまで切ったらどうなったんですか。やばかったんですか。聞いたことはないの。なんか親さんの人にやめた方がいいよみたいな止められてた。札幌占い美容師さんの橋のことです。今回はですね、珍しい久々にカットだけという、バイトでちょっと染めることができないということなんで、ちょっとこのねマッチョな彼をカットしたいので、まあ希望としてはね、これちょっと載せとくんでこのぐらいに切りたいということだったんですけれども、実はですね、あ、じゃあ簡単じゃんって話だと思うんですけど、実はですね、言われるまでは気づかなかったんですけど、ここが筋トレしてめちゃくちゃ筋トレ関係ないか、ちょっとなんかここがすごい張ってるんですよね、こうポコって。この辺結構張ってて逆三角形みたいな形になってて、はい、結構短くすると爆発したみたいな感じだって横にこうボンって広がっちゃうんですよ。で今まで短くしちゃうと立っちゃうってことですよね。あ、そうです。だからちょっとここが短くできないから長さを残してこうちょっと落ち着かせる感じにしてるという。あ、そうです。ドライヤーとかで一生懸命ドライヤーでやってるんですか。はい、昔からだったんですかこれは。そうです、結構ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃からで、ちょっとびっくりしたんですけど、彼はあのモデルさんこの長さぐらいまで短くしたことがないと、ここが立っちゃうからですね。っていうことで、じゃあ、今まで短くしたちょっとどこまで切れるか分かんないですけど、短くしたことがないというこのモデルさんを極力短くちょっと僕は攻めていきたいなっていうふうに思っております。じゃあそこの攻めるポイントだったりとか、あの骨格の部分の、メンズのカットみたいな部分を、まあ、少し、ためになるかちょっとわからないんですけど、そこをちょっと配信していきたいなと思っております。はい、ではねカットしていきたいと思います。で、ブロックも入れたいんですよね。モデルさんみたいな感じだとブロックを入れちゃうとですね、2段になっちゃうんですね。ポコってなりませんか。そうですか。なりますよね、はい、ここポコって、はい、でポコって2段な、ブロックを入れたいんだけどブロック入れすぎるとここ2段になって出ちゃう、ここがこういう風に。だからブロックのスタイルをやるといつも失敗しちゃうと、そういう方が結構多いんですよね。でそういう時のカット法とかに、はじゃあどうすればいいのかっていう部分、逆刈り上げを使う、逆刈り上げは結構使いますね。僕はかなり使うんですけど、もう皆さんのカット技術があればもっと簡単にできると思うので、逆刈り上げを使いながらなじましていく方法と、あとここをこう切るところですね。でこの辺のブロックはこういう感じで入れてってですね、ここ要は前から見た時にここも切っちゃうからポコって見えちゃうんですね。なんでここを残しておけば、前から何本前が例えば3ミリで切ったとしてもなんとかなるんですね。で一応ですね、切るときにバームをつけます。ちょっと早く切れよって感じだと思うんで、それ体はどのくらい鍛えたら、ラグビーはやっぱ鍛えないとダメなんですか。そうですね、鍛えないと怪我しちゃうんで。確かに、はい、でもその元々結構筋肉質だったんですか。いや全然です。来たときめちゃくちゃこんなのすぎびっくりしてました。すごいですね。昔ガリガリです。え、本当にガリガリだったんですか。ガリガリです。全然見えないですそうなんですか、はい、普段はコーム使わないで切るんですけど、多分皆さんそれ僕やっちゃうとあれってなっちゃうと思うんで、コーム使いますね。はい、普段はもう本当ノーコームで切るんですよ、メンズの場合も。でもそれやりますかね。なんか結局ここをきっちりこう切ったところで、このライン、これって本当に正しいまっすぐなんですかって話になってくるんですよ。じゃこういう方がいいかもしれないですし、もしくはもっとガタガタの方がいいかもしれないですっていうことで、僕はあんまり肛門を使わない理由はそこです。似合うラインで切りたいので、ここをその
枠にはまってここはまっすぐ切ると、それが正しい正解だとは限らないと思うんですよね。もしかしたらこういう方がいいかもしれないです。その人の骨格に合わせて切っていくということなので、骨格を触りながら切りたいので肛門を使わないんで、やっぱ使うのやめましょうということで、まあでですね、あと肛門を使うとその人の癖が死んじゃうんで、例えば毛根の、まあ今日はね結構まっすぐ気味でいいんですけども、引っ張ると戻ろうとしてそこだけなんかラインが崩れたりとかするんで、結構根元たるませて切った方が良かったりします。でまず上からここから切ります、ここ切ります、このぐらい切っちゃいます。今日使ってるのはブラント2セニングっていうシザーを使ってますね。ちょっとここ鏡見えないんだけど大丈夫かな。でこういう感じで僕は使います。もうセニングかよって思うかもしれないんですけど、これ結構もうほとんど通常のブラントシザーと変わらないのでパワー仕事ができるっていうだけですね。で最初まず初めて来て、僕も今本当に 今来たばかりじゃないっていうか初めて会ったんでどうなるか分かんないですよね。でそういう時に骨格を触りながら切っていくことによって、まずこう仮切りというか、モデルさんも不安だと思うんで、あとりあえず大丈夫だなっていうところを早く見せた方がいいんで、ちょっとこのコーム使わないのをね、人によってはえっと思われる場合もあるんですけど、ちょっと雑だと思われるかもしれないんですけど、でも結果そのなんていうのかな、どうしたいかっていう部分はやっぱりその感覚値を入れていくにはやっぱちょっと型にはまっちゃうとそれ使えなくなっちゃうんで、ここは結構ニュアンスで切っちゃう。例えばここを触っててまだいけるなとか手でこう感覚で見るんですよね。で、あここもうちょい攻めた方がいいかなとか、あもうやめとこうかなとかですね。要はここのアウトラインです、この耳の付け根のアウトライン、ここさえブロックちゃんと整っておけばあとここバッて刈り上げてもおかしくないわけですね。でここのラインをちゃんとしておけば前から見た時に穴開かないんですよね。でここで逆刈り上げちょっと後で使うんですけど、そういうのもやっていきます。ある程度も作品として雰囲気を作って後で綺麗にしていくという感じで僕はしてます。あとそのモデルさんが持ってきた写真に合うか合わないかっていうのはちょっとだけやってみないとね分かんないんで、なんでセニング、まあこのぐらいのパワー仕事できるセニングをもう単体で使えるようになったわけですね。こういうふうに、なんでしょう、これだけでこう3点ポジションで使うという感じをやっていくと結構いいですね。出て見えるんでここが、なんでここを思いっきり削ってみましたっていうこともできちゃうんですね、簡単に。で余裕でできちゃうという、できてるかどうかな、見えてないんですけど、うん、大丈夫、まあ変になっても後で直せるんで、はい、で今これやってるのはこれだけで、要はアタッチメントなしでこの指をアタッチメントとしてやってます。ちょっと難しいです。でカクカクしちゃうとあれなんで、上から刈り上げすると丸くできるんですよね。もっといろんなこうスクラッチカットとかチョップカットみたいなのとかいろいろあるんですけど、それ実際営業で使ってるかというとそうでもないんで、リアルな営業で使ってるカットって結構シンプルなんですね。で多分と思われるかもしれないですけど、 T4 セニングでルーツセニングするだけです。コントラストが大丈夫か、そこですね、コントラストですね、この鉢をで前から見ると切りやすいんで、前から見てこの鉢をどこを削っていくか、ここですね、この辺を攻めれるんだったらここを攻めると。である程度なんかこう雰囲気がね見えてきたなと思ったら、ちょっと皆さんに分かりやすいように、後ろまだ切ってないんですけど、一回ちょっとスタイリングした方が、まあ、僕たまに使うんですけど、こんな感じでっていう時に、まあ、ちょっとハサミ汚れちゃうかもしれないですけど、今デューサーの4番、まあこういうメンズワックスをつけてそのままカットする時は結構ありますね。でここのそぎの、深さはちょうどインナーカットラインはいいかなとか、
上の厚みはいいかなとかここで確認ができるん で彼ラガーマンなんでちょっともっとここ長い短い方がもしかしたらいいかなとかちょっとこの辺もちょっと行ってみようかなとかですねモデルさんのちょっと持ってきた写真と変わっちゃうんですけどその方がちょっとかっこいいかなとかそういう感じにちょっと少しアレンジしてあすごい結構短いですよね、うん、自分の人生でも結構短いと思うなんですかあ多分一番短いえ本当ですかはいじゃあ一番短い多分あそれはめちゃくちゃ嬉しいですえ一番短いですか一番短いと思う本当にこんな聞いたことないですかないですここまで切ったらどうなったんですかやばかったんですか切ったことはないのなんか小屋さんの人にやめた方がいいよみたいに褒められてたよし勝ったカットは上手い下手じゃなくて多分そのアイディアだと思うんですよね僕もカット上手いわけじゃないんでそのアイディアとかが、まあ、徳屋さんとかがやめた方がいいよって多分言うのは多分そのベーシックな切り方その型にはまっちゃってるからそれしかできないんですよねだけどやっぱりその上手い下手っていうよりはアイディアがやっぱりいろいろあるとできると思うんではいあまあ、口が出てる人とかであんまりこっち短くしちゃうと顔こう出て見えちゃうんでそういうのとか人に合わせてやってます実はここで切ってる何ミリかずつにこう指でこういう風に浮かしてるんですねこう、はい、でここもですねこの頭の丸さを見ながらあもうちょい上げた方がいいかなとかっていうのをこの逆刈り上げで見ますで後ろ行った後に今度じゃあここがねちょっと残ってると思うんでここをじゃあどれだけ取れるかっていうのを、まあ、正面の鏡見ながらギリギリまでこの後ろのところを攻めるっていう感じですなんか彼の場合はイメージとしてあまり眉毛も整えない方が結構こうかっこいいと思うんでナチュラルな方がいいと思うんであえて、眉毛はそのままにしておいてますでここでもうちょいここ攻めれるなともし思った場合は僕はもうそのまま横であれ明日は土曜日ですか明日バイトある土曜日です明日明後日です明後日はいあじゃあちょっと新しい髪型はいちょっとスタイリングしてみたいと思いますまあ、最近は僕スプレーだけでセットすることが多いですやっぱり僕と一緒にやっぱりお客さんの年齢も上がってきたりとかしてるんで薄毛が結構多かったりとかするんで結構ワックス使わないことが最近多いんですけど今日は使いますでまず毛先全体にワックスをつけてシャンプーするような感じでつけていきますねはいワックスシャンプーっていう感じの呼んでますがこういう風にしてもらったらもうできるみたいな感じです前髪は後の方につけてでここにちょっと前の方に持ってきた方が前にこう持ってくるのをちょっと気にしてたのでちょっとこう前にこう持ってきてこういう風にしたりとかでこのインナーカットラインがあることによって、頭がもっと小さく見えるんですねなんで短い方のインナーとアウトカットラインですねこれを2つがあることによってバランスが整うことなんですねあれみたいな筋肉 YouTuber のリジュみたいなのあれ知ってますね知ってますリジュっぽくなっちゃいました確かにこちらもシャキッとこのラインをはっきりさせてただこの辺はちょっとねラグに残したりとかして男らしさを出してますはい、はい